ココル、水晶はあそこだよ。うん、ココル行くね。ポーリプロ水晶、女王陛下が生み出した聖杯の源泉、金珠の要たる存在でございます。だがそれは浄化されたのである。聖杯の浄化、人には成し得る所業です。やはり彼らは救世主なの。女王陛下、いかがなさるおつもりですか。慌てるな、聖杯、あれは除却に過ぎぬ。破滅への歩みがわずかに鈍っただけ。なるほど、人間どもが多少あがこうと死傷は少ないわけか。ええ、現在の彼らは束の間の希望に酔いしれし愚かな道化。ああ、人間など女王の手にかかれば期待しておりますよ、女王陛下。ところでシャザール殿、あなたあの少年と接触したようですが。ああ、彼らの浄化の力、それを確かめるため。確かめる、それは真実なのかしら。もしかしてまさかジャボーと同じに。同胞を信じられると申す。誰ごと。もうよい。女王陛下、しかし。やめろと言っている。はは、女王。ねえねえ、お父様どうして寝てるの。あ、はい、王女様、魔導王様はとても安らかに。どうしたの、どうして泣くの。 いいえ、泣いてなど王女様はこれから魔導王様の後を。後を、後を継いでココルが王様になるの。はい、皆が望んでおりますので。大丈夫なのかな。さて、王位継承の準備も整いましたぞ。すべてはこの12人の評議会にお任せくださればよいのじゃ。そうですとも、姫様は何の心配もいりません。おい、見てみるがいい。何も知らないココル王女。あら、もう王女じゃないのよ。
おお、そうであったな。失礼しました、女王陛下。お綺麗ですよ、女王陛下。本日より私たちもレーナス女王陛下とお呼びいたしますね。ここで名前変わっちゃうの？はい、本日の王位継承の儀によってお名前も変わりました。ふーん、国民がみんなレイナス様を祝福しておりますよ。魔導王の後を継いで我が国をさらに良くしていってくださると。ふーん、ここで女王なんて乗りたくないのに。